九州は一つ。沖縄宮古島でパウダースノーのような雪塩を開発した西里長治。塩の生産だけでなく宮古島をプロデュースする匠の蔵。西里は島の産品を集めた島の駅宮古を開業。納品する生産者は400件に上る。もう宮古島ならではの野菜がたくさんですね。そうですね、島中にある野菜をこうやって、集めてみようと思ってですね、島外からたくさんのお客さんがこう見えられるんですけども、いざそれが欲しいと思った時にそれを買う場所がない。それだったらじゃあ自分たちでできることはその場所を作ることじゃないかなと思って収穫の最盛期、サトウキビ畑を訪れた。ここは今、これは春植え、これが去年の2月。いや懐かしいです。食べろ。はい。お宮古島のサトウキビ生産量は沖縄県一を誇る。美味しいです。暖かい南の島ならではの果物が豊かに実る島。水はけのいい土はメロン作りにも適している。なんという綺麗な色でしょう。甘い。そしてみずみずしいですね。ありがとうございます。生産者のネットワークが島の駅中心に出来上がった。ホームページも西里の会社パラダイスプランが運営している。旬の作物だけでなく生産者の顔と声を紹介するコーナーを設けた。島全体をアピールして島をさらなる楽園にしたいと西里は言う。